重粒子線癌治療とは、線量極在性の高い治療が可能という性質を持つことから、炭素4線で癌病巣をピンポイントで狙い撃ちし、癌病巣にダメージを十分与えながら、正常細胞の有害事象を最小限に抑えることが可能とされる、最先端の放射線療法のうちの一つ、X 線による放射線治療と重粒子線治療の模式図、X 線では、 前後の正常組織も被爆し、障害を受けるが、粒子線治療では主要のみに照射し、前後の正常組織にあまり影響を与えない。がん治療の3本柱のうち、外科手術及び化学療法と比較して、X 線を用いた放射線療法では、機能と形態の温存や治療にあたって、身体的負担が少ないという性質が長所として挙げられる。 重粒子線治療では、表面線量が比較的高い X 線、ガンマ線に、こうした特徴を生かし、照射回数と有害事象をさらに少なく、治療期間をより短くすることが可能とされていた。2016年1月に、東芝が世界初となる超電導磁石を使用した、軽量、小型の重粒子線回転ガントリー装置を開発した。 重粒子線の治療施設は世界に9カ所あり、その中で日本国内に5カ所あり、重粒子線や陽子線を照射するガン治療装置は、東芝エネルギーシステムズや日立製作所、三菱電機、住友重機械工業などが手掛け、この分野では国内メーカーが主導的な役割を担う。重粒子線そのものは陽子線と同様シンクロトロンを用いて発生させる。 2007年当時実際に治療を行っている重粒子腺癌治療施設は世界に3カ所しかなく近年ではスイス、フランス、イタリア、アメリカ、中国、韓国でも計画が進行している。2007年当時で3200人以上が治療を受けていた方位検センター病院は世界的にも最も進んだ重粒子腺医療施設で 今年までに累計5400人を超える治療が行われている。また、世界で4番目、日本国内で3箇所目の施設として、群馬大学重粒子線医学研究センターが治療を開始した。ここでは、巨大な加速器を小さくすることに成功しており、今後の重粒子線がん治療の可能性を大きく広げるものとして、注目を集めている。方位検センター病院では、 約65メートル120メートルだった加速器を約45メートル65メートルと小さくすることに成功。その中に重粒子を最高で高速の70%程度の速度まで加速する自家業約20メートルのシンクロトロン加速器と3つの治療室を持つ方位権が主体となって研究開発を進めてきた。 普及小型、A、粒子線照射装置の技術機第1号と位置づけられ、群馬大学では群馬県との共同事業として2010年3月の治療開始に至る。重粒子線癌治療は正常な組織への放射線障害を最小限に止め、癌の部位のみを狙い撃ちができ、通常の放射線治療では治癒することが困難な放射線抵抗性の癌にも威力を発揮するとされている。 また、切らずにガもをす治療法で、臓器の機能や形態が温存できることから、治療成績の向上のみでなく、患者の治療後の社会復帰や、クオリティオブライフの向上も期待できる治療法である。方位権での重粒子線治療の治療成績は、5年生存率で、見ると、前立腺がんイコール約95%、手術不能一気肺がんイコール約70%、 統計部は星性骨種イコール約50%、体幹部、進行骨肉種イコール約50%、再発進行肝癌イコール約50%、3、4期進行子宮頸癌イコール約45%、などの報告がなされている。最も治療の難しい骨肉種では、腫瘍が消失した後に正常骨組織が再生するなど、癌が制御されるばかりか、 機能や形態まで温存される劇的な治療効果も得られているという。また、重粒子線治療は通常では1から4回の照射で済み、入院期間も比較的短く、苦痛も大幅に軽減されることからも優れた癌治療法であると言われている。治療費用はいくつかの生命保険が対応するようになったが、先進医療指定のために診療報酬の適用にない、 かなり高額な治療費314万円が患者の自己負担となることは2007年当時と変わらない。放射線医学総合研究所では1994年6月より臨床試験を実施し良好な治療効果が得られている。治療の対象となる代表的な疾患と共通の適応条件を次に挙げる。X 線による放射線治療では 根治的治療となりにくい骨軟部腫瘍に対して重粒子線治療は治療効果が高いと見積もられている。そのことから手術適用がないか患者が手術を拒否した場合の骨軟部腫瘍の重粒子線治療が2016年の診療報酬改定で公的医療保険の対象となった。重粒子線治療はガのある部位に狙いを定めてごく限られた範囲に照射するため 従来の X 線などを用いた放射線治療に比べて理論上、有害事象を低減することが可能である。重粒子線治療の黎明期には最適な総線量や線量分割を模索する過程で強い皮膚障害や手術が必要となる海洋や先行が認められたが、近年では重度の有害事象を起こさないように線量を減じたり、照射法を工夫することにより、 過去のような症状の重い有害事象はほとんど認められなくなっている。粒子線とは、光子を除く放射線の中でも電子より重いものを言い,い、バイ、中間子、陽子線、重粒子線などが含まれる。このうちへ粒子線はヘリウム原子より重いものと定義されている。X 線、電子線、中性子線を用いる場合は、表面付近の吸収線量が最も大きく、 深さとともに減衰するのに対し、陽子線や重粒子線では表面付近の吸収線量が小さく、粒子の否定の終端で最も付与する線量が大きくなるという特徴があり。陽子線ではブラックピーク維新にはほとんど線量を与えないが、重過電粒子の場合には各破砕現象により、ブラックピーク維新にも線量器用が存在し、これをフラグメンテーションテールという、 なお、核破砕に伴って放射性同位体が生成され、PET 検査で観察することができる。また、陽子線と比較して、質量の大きい重粒子線は、物質内での散乱が小さく、主要組織とその周辺の正常組織に対する線量のコントラストを高めることによる物理学的効果に加え、同じ物理線量の陽子線や、その他の放射線と比べると、 重粒子線の線エネルギー付与が高く、生物学的効果比が大きいという特徴がある。この特徴から、石削種や直腸岩の局所再発などの通常の X 線照射で制御が困難な腫瘍に対しての効果が期待されている。上記の優れた特性から、メスを入れずに腫瘍組織に選択的に線量を投与できる一方で、近接する正常組織への被爆を抑えることが、 可能であり、機能、携帯の温存や、有害事象の低減が期待される。治療のための照射回数を減らすことができ、早期社会復帰が可能となるといった、クオリティオブライフの面からの長所がある。治療用重粒子線は加速器を用い、重粒子を最大で、光のおよそ70%のスピードに加速して、体の外から照射し、2、3分で終了する。 重粒子線が照射されている間に痛みや熱感などを感じることはない。照射回数はそれぞれのプロトコールによって決められている。従来の重粒子線がん治療装置では固定照射装置が標準だったが患者の負担を軽減し最適な方向から使用に重粒子線を照射するために360度2意の方向から照射できる装置が必要で回転、ガントリーに 搭載可能な超電動電磁石が開発され、これにより普及可能なサイズの陽子線ガントリーが実現して、3次元スキャニング照射装置と X 線、呼吸動機装置を搭載することによって、主要周辺の動きを直接観察し、主要に対する正確な照射ができるようになった。ブラックピークの幅は極めて狭く、主要の厚みに応じて、 深さ方向にブラックピークを拡大する必要があり、拡大フィルタなどを用いて拡大したピークを拡大ブラックピークという。さらに、ボーラスを用いて線量投与する深さを調整する。また、ビームを横方向にも拡大する必要があり、二重三段対砲、ワブラーポーなどが用いられる。スポットビームで使用を三次元的に操作する照射法もあり、 これを用いると正確に腫瘍の形に合わせて照射することができ、さらなる有害事象低減のための技術として期待されている。放射線医学総合研究所が治療開始した1994年から2010年7月までの統計で見た登録患者数は5497名となっており、これは世界一となっている。独立行政法人放射線医学。 総合研究所では巨額の国費を投入して、ヒマックと呼ばれる専用装置を世界で初めて開発し、臨床試験を1994年6月から行っている。2003年11月からは先進医療として運用されているが、治療を希望する患者に対する受け入れ能力の制限や高額な患者負担などが本格的な普及に向けての大きなハードルとなっている。 また施設側も高額な設備の維持費が負担となっている。日本放射線腫瘍学会の調査では、前立腺がんなどにおいて、X 線による治療と比較し、優位性が確認できなかったという報告が示された。理由としては、治療計画に統一性がなく、施設ごとに異なっていることや、症状や年齢の違いにより、統計学的に優位なデータが得られなかったためとされる。詳細は、 ヒマックを参照この種の装置としては、世界有数の規模で、数々の治療実績がある。その他、北海道大学病院用紙線治療センター、札幌佐田深海病院用紙線治療センター、北海道大野記念病院札幌港、機能放射線センター、南東北癌用紙線治療センター、高井病院、兵庫県立流子線医療センター、附属神戸用紙線センター、 岡山大学、津山中央病院共同運用が、運用支線治療センター、メディポリスが、運流支援治療研究センター、など。ありがとうございます。